歌川広重、東海道五十三時、旧東海道、七里の私と宮宿の一宮宿は、東海道五十三時の四十一番目の宿場である。中仙道樽井宿に至る、脇街道、三野路や鞘街道との分岐点でもあった。一般には、宮野宿と呼ばれることが多かったが、幕府や尾張藩の公文書では、厚田宿と書かれている。宇川霊東海道、旧場所は、 現在の愛知県名古屋市厚田区にあたる。東海道でも最大の宿場であり、1843年には本陣、2軒、脇本陣、1軒、旗小屋248軒を要し、や数2924軒、人口1342人を数えたという。古くからの厚田神宮の門前町、港町でもあり、終わり藩により名古屋城下、 ギフト並び町奉行の管轄地とされた。クワナ塾とは、東海道唯一の回路である七里の私で、結ばれていた。現在も、檻に触れて、宮クワナ間を遊覧船で渡る現代版、七里の私が行われる。江戸時代中期以降は、四日市塾へ直接渡る航路もよく利用された。宮の渡し公園現在の国道19号、国道22号及び本町2が、 旧街道である。チャンネル見えバックナンバー百二十六号。三重県東京事務所。二千十二年九月十日時点のオリジナルよりアーカイブ。二千九年十一月十九日閲覧。広報クワナボリューム十四、クワナ氏。ピアニッシモ十四ページ。二千十一年五月二十七日時点のオリジナルよりアーカイブ。二千九年十一月十九日閲覧。 ウィキメディアコモンズには宮塾に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。